拝読します。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に、私は言う。あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去って行かれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来て行った。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことはすべて本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。どうぞ今、あなたがあなたの声を聞く一人一人、私たちを祝福してくださり、また、心を開いてくださり、私たちが頭で理解したことを心で受け止め、そして手の技で表すことができますように、どうぞ助けてください。イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。はい、皆さん、先ほども、言いましたけれども、今日がですね、2021年最後の日本語礼拝ですね、最後の日曜日、最後の手術です。そして、この1年間を振り返る、何がいいタイミングなのかなというふうに思うんですね。皆さんどうでしょうか。この2021年、1年間を振り返ってみて、この1年は皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。そして2022年、来年はどのような年になるんでしょうか。実はですね、この同じ質問を僕は1年前にも皆さんにもしてるんですね。2020年の12月27日だったかな。はい。一番最後の日曜日に、皆さん来年はどういう年になるんでしょうね。全く予想がつきませんねっていうふうに、皆さんにお話しました。まあ、なぜかというと、2020年っていうのは、2020年、去年ですね。本当にコロナが、初め出回った年で、本当にですね、いろんなことが起きた。一体どうなるんだろう、一体来年はどうなるんだろうっていうことを、皆さんと一緒に考え、本当にもう予想がつきませんね。全く予想がつかない。展開がどうなるのかわからないっていう感じだったんですよね。しかし、そのような中で、行く先がもう本当に、来年はどうなるのかわからない、予想がつかない、どうなってしまうんだろうっていう中であるけれども、しかしこれだけははっきり言えますということを言いました。去年1年前ね、何を言ったかというと、それは私たちはどんな状況にあったとしてもイエス・キリストを明かしし続けること、そのことは絶対に変わりませんっていうお話をしたんですね。そして実際にこの2021年、この年を振り返ると、皆さんと一緒にイエス・キリストの弟子として成長し、そしてイエス様をいろいろなやり方で、また考えもつかなかったやり方で、明かしすることができたなと
イエス様を経験することができたなというふうに思います。例えば、まあ、この2021年のハイライトを振り返ってみると、皆さんと一緒に聖書通読をすることができたっていうのは、ものすごく感謝なことでしたね。皆さんいかがでしょうか？聖書通読、あと5日で終わります。あと5日で全て終わるわけですね。そして皆さんの中で何人かの方とですね、このお話をさせてもらっている中で、初めて聖書を全部読んでますっていう人も何人かいらっしゃいました。または、私はこんな聖書なんて全部読めるとは思っていませんでした。こんなこと夢のようです。皆さんと一緒にこうやって同じ聖書通読表を使って一緒にやってるからできましたという人もいましたね。そして、読んで、とりあえず読んではいるけれども、読んでる内容が分かりません。質問がいっぱい出てきますっていう声も聞いています。で、それはとてもいいことだと思います。なぜかというと、私たちはこの聖書通読っていうのは一回やって終わりじゃないからですね。今年もやりましたけれども、しかし皆さん、実は来年も私たちは聖書通読を一緒にしていきます。この One Year Bible ですね。今年使われた方も多くいると思います。来年もこの One Year Bible を使って皆さんと一緒に、毎日同じ箇所をみんなで読んでいくということをしていこうと思っているんですね。これは教会全体として、取り組んでいく、ことです。そして、まあ、もう今年初めて読んでみて、全然わけが分からなかったという方もいると思いますけれども、しかし2回目読んでみると、あ、去年は全然分からなかったけれども、今年になったらちょっと分かるっていうところが絶対に、ね、出てきます。去年はなんか点と点、これがどういうふうになってるんだろうなって分からなかったところが、2回目になるとその点と点が今度結ばれてくるんですよね。線になってくる。そしてまたそれを3回、4回、5回と繰り返していくと、それがどんどん立体的に見えてきたり、奥行きが見えてきたりします。ですから、聖書っていうのは、分からなくてもとりあえず、まず読んでみるってことが大事。そして、それを繰り返しやっていくってことが大事なんですね。繰り返してやっていくことに、理解力がどんどん深まっていくということがあるからですね。そして、皆さんから、ね、いただいたフィードバックでも、このように一緒に聖書を読むことによって、平安と慰めをいただいたという声も聞いています。ですので、このイエス様の弟子として成長する、イエス様を証しするということの、やはり基本として共に聖書を読んでいく。そのことが皆さんにぜひ励ましたいなというふうに思うんですね。特に今、この時期ですね、一緒に集まるということがなかなかできない。そのような中で、何かを一緒に共にするっていうことが大事なことだと思うんですね。ですから、共に同じ聖書箇所を読んでいく。ということが大事だなというふうに思います。もしかしたら今年はですね、残念ながら3日坊主で続きませんでしたっていう人もいるかもしれません。中には大丈夫です。そのような方も。なぜかというと、あと5日、6日するとですね、リセットされるからですね、またみんなで一緒に始めから始めますということで、もう完全にリセットです。なので、もう一度1月1日から。皆さんやっていこうかなというふうに思いますね。頭を切り替えて、そしてそれをすることによって、恵まれること間違いなしということですね。また今年ですね、2021年はキリストの方というクラスをですね、皆さんとやっていきました。キリストの弟子として成長するために具体的に何をするのかということを皆さんと、ただ、情報を聞くというだけではなくて実践していくということをやってみたことですね。これが一つ一つ学んでいった中ですね。学んでいったこと。このクラスを僕は今、全部で4つか5つ教えたんですけども、プレスビーの教会の中だけで。英語部の方にも2つ、今2回目のクラスをやっていますね。はい。そしてこれからもですね、引き続き続けていきたいなというふうに思っています。また、このクラスが終わった後もフォローアップを続けていますね。なぜかというと、これは先ほどの通読もそうなんですけれども、これは習慣化することが大事だからですね。一回だけ学んでやってみて、はい、終わりではなくて、実践してみて、そして、なかなかできない、なかなか難しいことがある、失敗する、その失敗したチャレンジの中からまた学んで、そして継続していく。継続していくことによって成長し、そしてそれが習慣化し、そして実を結んでいくっていうことが大事なプロセスだからです。まあ、このプロセスも、成果というプロセスですね。
私たちがイエス・キリストのように成長していくプロセスなわけです。そしてそのイエス様のように私たちが成長するっていうのは、究極的にはそれは神様の働きですね。聖霊なる神様が私たちのうちにイエス・キリストを形作っていく、実を結んでくださるのは全て神様のおかげなんだけれども、しかし私たちは何もしなくていいというわけではないんですね。私たちも自分自身の成長、神様がしてくださる私たちの成長に参加するという必要があります。それがこの一つ一つの項目を学んできました。はい、こうやって2021年振り返ってみると、御言葉によって養われ、そして霊的成長、イエス・キリストのように私たちは成長していった、そのような、コロナだからこそできたことっていうのもありますよね。そういう、聖霊なる神様が私たちを用いてくださり、成長させてくださる一年だったなというふうに思います。さて、それでは来年2022年、まだ2022年っていうね、言葉は言い慣れないんでちょっと突っかかりそうになるんですけども、新年2022年はどのような年になるんでしょうか。あなたにとって、そして私たちにとって、どんな1年になるか分かりません、はっきり言って。どんなことが起こるのか分かりませんよね。いろいろ予想されることはあります。例えば私たちの教会としては新しい牧師を迎える年になる可能性が高いですよね。また、どんどんと対面の、イベントや礼拝というものに移行していく、 Zoom から対面の方に移行していくっていうこともおそらく起こるでしょう、予想ですけど。しかしこれらは予想です。間違いなく言えることではありません。じゃあ間違いなく言えること、確信を持って必ずこうなると言えることは何なんでしょうか。 100% の自信を持って言えること、それは何かというとこれです。私たちはイエス・キリストの弟子を作る弟子として成長するということです。これだけは 100% 言えると思います。私たちはイエス・キリストの弟子を作る弟子として成長する。なぜこのことを自信持って言えるんでしょうか。これはなぜかというと、イエス様が私たちに命を与えてくださっているからですね。それ先週見た御言葉でしたね。良い羊飼い。イエス様は良い羊飼いであり、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そして私たちに命、羊に命を与える。その命を豊かに得るためである。その命を私たちはいただいているわけです。で、命っていうのはですね、特徴がありまして、それは何かというと、私たちは命というのは使えば使うほど私たちは生き生きと生きていくっていう法則があります。命っていうのは使うためにあるんですね。で、命っていうものを使わないと私たちの、魂はどんどん死んでいく、元気がなくなっていくっていう法則があるんです。で、もし私たちが本当にイエス様から永遠の命の希望、永遠の命をいただいているならば、私たちはその命を使っていきます。そうしないとその命を経験することができないから。イエス様はこのように言われましたよね。マタイによる福音書の16章。それから弟子たちに言われた。私についてきたいものは、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。これはイエス様が教えた、大事な大事な逆説の一つですね。命を救いたいと思うとき私たちは命を失う。しかし命を捨てるときに、福音とイエス・キリストのために命を失うときに私たちは命を得る。私たちはイエス様からもうすでに命をいただいているのですから、その命を使っていく必要があるんですね。命というものは貯めるもの、守るもの、救うものではありません。そうすると私たちはどんどん元気がなくなっていきます。そしていつかは死んでしまう。いつかはその命を失ってしまうんですね。命を守ろうとすることによって。しかし私たちはイエスキリストから与えられている命を使う。命を使うことによって生き生きと生きていく。何のためにじゃあ命を使うのか。それはイエス様の福音のために命を使うわけですね。この御言葉を言っているように。
私たちはイエス様がした大事な働きを続けていくのです。私たちの命を使って。それは何か？それはイエス・キリストの弟子を作るということですね。イエス様が弟子たちに教えた最も大事な教え、大宣教命令というのがありますけれども、マタイによる福音書の28章。そこでイエス様は一番大事なポイントとして、あなた方は弟子を作りなさいという教えをしました。そしてそれが今も私たちに与えられている教えです。弟子を作り続けるということ。ただ弟子を作るだけではなくて、弟子を作る弟子を作るんですね。いいですか？私たちが弟子をとして成長するってことはどういうことかというと、他の弟子を作る、他の弟子を成長させるっていうのが弟子になるっていうことなんです。だからこのことを私たちはこの確信を持っている。それはなぜか。私たちは主の教会だから、クリスチャンだから。そして私たちが主の教会であり、クリスチャンであるというのはどういうことか。それは私たちは主から豊かな命をいただいているということですね。そして私たちはその命を使い続ける必要がある。命を主のために使い続ける必要がある。そして主のために命を使うというのはどういうことか。それは弟子を作るということです。私たちがまず弟子になり、そして弟子を作り続けるということ。この永遠の命、主の福音、使命、命を使うって書きますよね。使命っていうの。私たちは主のために命を使う。これはどんなことがあっても決して変わらないことです。これから私たちの状況とか環境というのはどんどん変わっていきますよね。私たちの仕事、住むところ、子育て、子育ての段階もどんどん変わっていきますよね。子供が大きくなっていったら。私たちの健康状態もそうです。また私たちを取り巻く技術、まあ、便利なものもたくさんあります。まあ、近い将来もしかしたらですね、火星にどんどん人が移住するかもしれないっていうことだって今考えられてるわけですよね。またもちろんこのパンデミックもそうだし、変異株っていうものも出てきています。オミクロンとかね。様々な変化の中で何が変わるの、何が起こるのか予想ができない中で、決して変わらないものがあるっていうことを皆さんどうぞ知ってください。それは永遠の命の希望。主が私たちに与えられた福音。そして私たちに与えられている使命です。使命。じゃあその決して変わらないことがある。その根底にあるものは何なのか。根底にあるものは何なのかというと、それは今日の御言葉の中でイエス様が言われていること。私と父とは一つである。これイエス様が何者かっていう質問に対してイエス様が何度も何度も教えられてきたことですよね。イエス様は神であるということ。神の子、救い主であるということ。それが根底にあることです。イエス様は神であるから、今も生きておられ、そして昨日も今日も永遠に変わることがないお方である。と聖書にも書かれていますね。イエス様は昨日も今日もそして永遠に変わることがない。だからイエス様が与えてくださった命は確かなもの。イエス様の福音は確かなもの。イエス様が私たちに与えられている働きの使命は決して変わることのない。確かなものなんですね。逆に考えてみると、皆さん、私たちの人生で本当に確かなものって一体いくつあるでしょうか。絶対に永遠にこれだけは変わらない、揺るがないと言えるものって、一体皆さんの人生の中にいくつ見つけることができるでしょうか。よく考えてみると、私たちの人生にあるものっていうのは不確かなものばかりなんですよね。絶対に変わらないっていうものってほとんどあります。先週はね、杜氏の話を皆さんしましたね。杜氏、覚えてますか？一年で最も日が短い日、一年で最も暗闇が多い日です。それはなぜかっていうと、まあ、この地球の傾きと、あと地球が太陽のどの、太陽に対してどの位置にあるのか、っていうことが、関係してるんだけれども、今年は冬至は12月21日だったんですね。ですから今日は12月の26日なので皆さん、希望が持てますね。もうどんどんと、太陽の日が
日が長くなっている、これからどんどん日が長くなり、そして夜が短くなっているというね、プロセスに入っているわけです。でこのように先週この冬至について話しましたけれども、そうやって考えていくと太陽ってすごいですよね。太陽が私たちだけじゃない、地球すべての生命体の命を、与え、命を守っていると言っても過言ではないですよね。太陽がすべてのエネルギーの元になっている、この地球上で。だから太陽がなくなったら私たちは生きていくことができないんですよね。私たちすべては太陽に頼っています。太陽って、まあ、ものすごいもんだけれども、太陽はじゃあ確実なもんなんでしょうか。太陽がもう気の遠くなるほど、存在している、まあ、一説によると45億年から50億年近く、今存在しているらしいです。太陽っていうのは、太陽っていうのはじゃあ絶対なもんなんでしょうか、確実なもんなんでしょうか、永遠に変わらないもんなんでしょうか。というと太陽ですらそうではないんですね。太陽も変わり続けている。科学者たちによると太陽っていうのは今ですね、半分ぐらい燃え尽きているそうで、あと40億年ぐらいすると完全に燃え尽きるというふうに言われています。まあ、40億年ってすごい相当気が遠くなる、時間ですけれども、しかし太陽も変わり続けているっていうことは間違いないですね。じゃあ実際太陽がなくなるとこの地球はどうなっちゃうんでしょうか。太陽がもし光を失ったならば、1週間後の地球の平均温度はマイナス18度。これは摂氏ですね。摂氏18度になってしまう。1年後にはなんとマイナス100度。そして最終的には地球の平均温度がマイナス240度まで下がってしまう。もう太陽がなくなったらこの地上から生命体はなくなってしまうということですよね。この太陽ですら永遠に存続するものではありません。この太陽ですら変わり続けている。太陽ですら確実なものではない。そう考えていくと、もう一度先ほどの質問に移ります。私たちの人生に確実なものってあるんでしょうか。私たちの人生の中でこれだけは大丈夫、これだけは絶対に変わらない、これだけは信頼できるっていうものって本当にいくつあるんでしょうか。僕がクリスチャンになる前、日本で生まれ育った、そして、まあ、様々なことを考え、様々な悩みを持っている中で、このことがやっぱり疑問でしたよね。確実なものって何？本当に信頼できるものって何？でよくよく考えていくと僕の答えはこうだったんですね。クリスチャンになる前の僕の答えですね。それは何かというと、確実なものって死じゃないかなと思ったんですね。死ぬということ。なぜかというと、いつかはみんな必ず死ぬからです。だから、その当時僕が、持っていた結論は、この世で確実なものっていうのは死しかないんだ。すべての人は死ぬ。すべてのものはいつか死ぬ。そのような僕は世界観を持って生きていたんですね。そのような世界観を持って生きていたとき、僕の人生には暗闇しかありませんでした。希望というものはありませんでした。ああ、もうすべてが死で終わってしまうんだ。この世界観について先週詳しく話しましたので、もしよかったらですね、皆さん先週のビデオも復習してみてくださいね。この世界観っていうのはとても大事な、ことです。じゃあイエス様を信じて何が変わったのか。それは僕の世界観が変わったんですね。どのように変わったのか。暗闇ではなくて光の世界観に変わった。そしてこの世で確実なものっていうのは、実は死というものは確実なものではないんだっていうことが分かったんです。死ですら確実なものではない。むしろイエス・キリストにある命が確実なものなんだ。イエス・キリストにある永遠の命だけが確実なもの。永遠に変わらないもの。そのような真理に基づく世界観が与えられたんですね。死という世界観ではなく、命という世界観。暗闇という世界観ではなくて、光という世界観です。そして、今日の御言葉にもあったように、イエス様のことをですね、
殺したいと願っていたユダヤ人たちは多くいました。ユダヤ人たちはイエス様を死刑にしたかったんですね。そこまでしてイエス様は私たちのところに来てくださった。ご自分の命と引き換えに、私たちに命を与えるために来てくださったのです。ですから私たちはこの新しい世界観を持って、イエス様こそが確実なものである、神である。イエス様にいただいた永遠の命の希望、イエス様にいただいた福音、イエス様にいただいた弟子を作る弟子となるという使命を全うしていきましょう。なぜならばそれこそが絶対に変わらない確実なものだからです。それが私たちの人生に安定と安心と平安を与えるからです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、イエス様を感謝します。私たちに本当に大切な安定と、そして確実な真理を与えてくださいました。あなたが私たちを召してください。そしてあなたの働きも決して変わることはありません。イエス様の弟子を作り続ける。イエス様の弟子として成長する。そのように、今年あなたが導いてくださいました。通読を通して、またキリストの方を通して、礼拝を通して、さまざまな学びを通して、また生活を通して。そして、2022年も、あなたが引き続き通読を祝福してくださり、御言葉を通して私たちにあなたの真理を教えてください。また通読を繰り返して行うことによって、あなたの真理に基づく世界観を私たちがしっかりと持つことができますように。そしてあなたの真理というレンズを通して自分自身を見つめ、この世を見つめ、愛を持って歩み続けることができるように助けてください。この2021年、あなたが誠実な恵みの私たちの天のお父様であったこと、そしてここまで守っていてくださったことを心から感謝いたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。